イギリスの教育、イギリスの教育として、この項目ではイギリスにおける教育を解説する。イギリス教育は、高度に開発されており、成人人口の41%、25から34歳人口の48%は、第3期の教育を卒業している、2012年。それぞれの資格、終了の互換性は、全国職業資格、全国資格フレームワーク、 資格単位フレームワークといった形で国家レベルで策定されている。イギリス本国の教育は地域によっても、また公立学校か私立学校かによっても異なっているため、その仕組みは複雑である。イギリスの教育においては、おおむね個人の能力身長が目標であると考えられ、試験に比重を置いている点に特徴を持つや A レベルなどの試験の成績は、 大学での学位とそれに付される成績と同様に、障害有効な資格とされ、一般には履歴書にも記載することとなっている。日本のようにどの学校に入学、卒業したか否かではなく、これら試験、学位における成績が、社会において問われることが多い。特に、政治家などでは、大学の学位における一級、あるいはそれに準ずるに級場を取り損ねた者は、その資質を問われる場合がある。 またイギリスは学歴や資格ごとの賃金格差が激しい学歴社会で日本、アメリカ、韓国よりも資格、最終学歴による差別は大きいと言えるが日本や韓国などと違い社会人が A レベルの勉強をして大学に入学し直し学位を習得したり成人後に技師や医師や弁護士などの資格習得に挑戦することが比較的容易である イギリスのどの地域でも学校は原則として9月に始まる。三学期制を取る学校、大学が多いが、各学期の呼び方などは学校の伝統、規則などによって大きく異なっている。イングランドの教育、エデュケーションインイングランドは、教育省及びビジネスイノベーション、技能省が所管している。地方自治体は公的教育政策を策定し、かつ、 公立学校を運営する責務を負っている。教育段階は、就学前教育、3から5歳、初等教育、5から11歳、中等教育、11から18歳、第3期の教育、18歳以上となっている。5から18歳のすべての児童について、全日制の義務教育を受けることが義務となっているが、これは学校、または、その他の手法であってよい。 三から五歳までの年齢については、自由選択として、年間六百時間の修学前教育を公的資金で受けることができる。16歳からの二年間の教育は、シックスフォーム、シックスフォームやカレッジと呼ばれており、一般教育修了上級レベル、A レベルや、それと類似した、ブテック、国際バカロレア、ケンブリッジプレユーなどのディプロマ取得のための家庭である。 また、イングランドでは、インデペンデントスクールや、ホームスクーリングも合法であり、親たちはそれらの教育を選択することも可能である。義務教育は、小学校、プライマリースクールにおいて5歳から始まる。初等教育、中等教育における義務教育では、日本のような1学年ごとではなく2から3学年を、ひとまとめにした、キーステージによって、 必修科目とその内容が定められている。16歳になると GCSC という義務教育修了試験を受ける。公立学校に対して私立学校はインデペンデントスクール、インデペンデントスクール、独立学校と呼ばれる。伝統あるパブリックスクールはこちらに含まれる。パブリックスクールの教育は18歳までだが、開始年齢は11から13歳の間であることが多い。 私立学校の中には、ボーリングスクール、寄宿制学校も少なくない。私立学校の多くもナショナルカリキュラムの内容は踏襲している。公立学校は原則として無料だが、私立学校は年間数千一万ポンドの学費がかかる。イギリスの学校では、給食を提供しているところも多いが有料であり、寮生でない場合には保護者の判断によって、 弁当を持参することも認められている。16、18歳で義務教育を終えると、大学に進学するものはと呼ばれる学校にて、大学受験に必要な一般教育修了上級レベル、A レベル認定の取得準備に費やされる。その他のものは、継続教育カレッジにて、職業教育を受けることとなる。イングランド、ウェールズ、北、アイルランドにて適用される。 高等教育は3年間の学士号取得過程から大抵開始される。大学院では修士号や博士号が存在し、研究学位だと最低3年間の過程である。大学が学位を発行する場合、王室直虚、ロイヤルチャーターを受けている必要がある。イギリスの大学は中世からの伝統を受け継ぐオックスフォード大学、ケンブリッジ大学をはじめ、 現在では100校近い数が存在している。イングランドの大学では、通常、学士の学位には3年、修士の学位には、学士取得後1から2年、博士の学位には同じく学士取得後3年が必要と、される場合が多い。ウェールズの教育制度は、初等、中等教育における、ウェールズ語の必修を除いて、ほぼイングランドのそれと同じである。 北アイルランドは独自の教育政策をとる自治権を有しているが、キーステージの分け方など、基本的な学校制度はイングランドと同様である。5歳から16歳までが義務教育である。ただし、個々のキーステージにおける科目などでは、イングランドと若干の相違がある。例えば、イングランドでは設けられていない科目、テーマとして、アイルランド語、相互理解教育職業準備。 などがある。北、アイルランドには、クイーンズ大学、アルスター大学の2校の総合大学と6校の教員養成大学がある。スコットランドでは、初等教育が5歳から12歳まで、中等教育が12歳から18歳までで、そのうち5歳から16歳までの11年間が義務教育となっている。生徒は、16歳になると、毎年後、6月に行われる、 スキューのスタンダードグレードまたはインターメディエートと呼ばれる試験を受験し、試験に合格すると SQC がスキューから授与される。スタンダードグレードはファンデーション、ゼネラル、クレジットと3つ、インターメディエートはアクセス1、アクセス2、アクセス3と5つのレベルに分かれており、生徒の学力に合わせて試験のレベルを選ぶことが可能。スタンダードグレードのクレジットと インターミディエートのインターミディエート2が大体同じレベル。大学への進学を希望する場合には、さらに1年間修学して、1段階上のハイヤーグレードを受験する。イングランドの大学に進学する場合には、さらに1年間勉強し18歳で最上級のアドバンスドハイヤーズという試験を受験する必要がある。なお、インターミディエート、ハイヤーグレードとアドバンスドハイヤーズの3つ。 7レベルをナショナル・コーセスと呼ぶ。試験の結果は、イギリスの郵政、ロイヤルメールまたは電子メール、希望者のみによって毎年8月の第2週火曜日、8月5日、2008年にスコットランド全国一斉に送られる。また、大学は17歳より始まり、一般的に4年生であるが、学費が無料である点が、イングランドの大学と異なっている。 すでに15世紀には大学が設けられ、スコットランド最古のセントアンドルーズ大学が1411年、グラスゴー大学は1451年、アバギン大学が1494年、エディンバラ大学が1582年に設立されている。これら4大学は、イギリスの中でもオックスブリッジに次ぐ伝統を持ち、古代の大学とも称される。 ボローニャプロセスに加盟しているイギリスの旧植民地やイギリス連邦加盟国の中には統治時,時代に英語教育と共に導入されたイングランド式の教育制度を独立後もそのまま引き継いだり一部を変更しただけの国が多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。